ねえ、ねえ、早く起きなさい。学校に行く時間でしょ。お母さん、学校になんか行きたくないよ。え、どうして行きたくないの？だって学生たちは僕のこと嫌いだし、先生は僕のこと嫌いなんだよ。そんな理由になってないわよ。さあ起きて支度しなさい。じゃあどうして学校なんかに行けなくちゃいけないのか、理由を言ってよ。だってあなたは校長先生でしょ。